アエロステオンは、白亜気候期に、現在のアルゼンチンに生息した、アロサウルス上下もしくはティラノサウルス上下に属す、重脚類恐竜の属の一つである。化石は1996年に、アナクレト層の三ン器の地層から発見された。タイプ種は、唯一知られている種でもある、エライラヤコルラデンシスである。種小名は、化石が、メンドーサ州のコロラド側のキロメートル北で、 発見されたことにちなんでいる。鳥類に似た呼吸器を持っていた証拠があり、アエロステオンという俗名はこれにちなんだもので、古代ギリシャ語で空気を意味する、ローと骨を意味する、シグマタウニューから派生していて、空気の骨という意味である。復元図 A ライアコルラデンシスト、カササギガンの股骨のステレオグラムは、スケールバー10センチメートル。 は2トルエライアコルラデンシスの左の腸骨の眼気口アエロステオンは体長9メートル、体重2トンほどで二足歩行の肉食動物で約8300万年前の三トン期に生息していた。発見された化石には一本の歯と頭部の骨の一部、部分的もしくは完全な多数の頸椎、銅お及び潜椎、首肋骨、肋骨、腹肋骨、また骨、 左の肩甲,部甲骨、左の腸骨、左右の恥骨が含まれていた。一部の骨は完全に融合しておらず、完全に成熟した個体ではないことが示唆される。アエロステオーンは、最初、同時代に、ゴンドワナ大陸に生息していた3つの大型獣脚類のグループのどれに属しているか、明らかでなかった。ポール・セレノは、ジュラキに反映したアロサウルス状化と関連があることを、 示唆した。これは、後の研究で確証され、後に生き残り、軽量な作りで、スピノサウルスのものに高ぎずめを持つ進歩した、アロサウルス浄化のクレードとして認識され、メガラプトラと呼称され、アロサウルス類のネオベナトル化に分類された。後の系統解析では、アエロステオンはティラノサウルス浄化に配置されている。アエロステオンの骨には、ニューマタゼーションを持つものがあり、これには、 眼気口の間いた股骨、腸骨、いくつかの腹肋骨が含まれており、現在の腸類に似た機能による呼吸を行っていた可能性が示唆される。哺乳類で行われる肺の収縮による呼吸の代わりに、これらの機能が不意語のように動き、比較的硬直した肺に空気の出し入れを行う。より詳細については、腸類の呼吸器を参照。セレノは、 この呼吸器は体温調節を支援するために発達したもので、後から呼吸に組み込まれたものだと仮説しているアエロステオンは最初、セレノラにより2008年にオンラインジャーナルである、プローズワンの論文で記載された。しかし、当時の国際動物命名規約では、オンラインでの発表だけでは、新種として認識されず、印刷物が出版されて、図書館に配布になるか、 紙の論文そのものに記載されるまで正当な名前ではなかった。クローズ1は当初、アエロステオンの命名に際して、これを満たすことができなかった。2009年5月21日、雑誌の責任編集者はこのアイクスンに関する手落ちを修正し、その日付の時点で要求を満たしていたとするコメントを、元の論文に補行して発表した。結果としてアエロステオンは2008年に記載が、 発表されたものの2009年まで名前が正当なものにならなかった。アエロステロンなどのメガラプトラは最近の再評価によりティラノサウルス上下に再分類されている。ありがとうございます。